Spinner。 おはようございます。平野真由です。3月23日木曜日、世界で今起きていること。アメリカでの TikTok の今後が決まる公聴会が今日開かれます。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。TikTok の CEO は負けるつもりはない。利用禁止の波にさらされている動画投稿アプリ TikTok の CEO シュー・ジー・チューが今日23日アメリカ議会の公聴会での証言に臨みます。チュー CEO は証言を控えた22日 TikTok 上に動画を投稿し、アメリカでのアプリの利用者がすでに1億5000万人を超えていることから、アプリ利用が禁止されることでユーザーに大きな影響を与えることになると訴えました。 TikTok のインフルエンサーたちはチュー CEO のメッセージに連帯する形で利用禁止に反対するメッセージを発信しています。 LGBTQ であることが犯罪になる国が生まれた。アメリカ東部ウガンダの議会で21日LGBTQ を自認することを犯罪として取り締まる法案を可決しました。ウガンダではすでに同性間の性行為を禁止する法律がありましたが、今回の法案可決によって性行為の有無に関わらず同性愛者を取り締まることが可能になります。権利団体ヒューマンライツウォッチは、 LGBTQ を自認することそのものを違法とする法制度は世界でも初めてのケースだとしています。アマゾンのアレクサがひっそりと消えようとしている。テックメディアのジ・インフォメーションは、トヨタがプリウスを含む人気車種において車内でアレクサを操作できるアプリのサポートを終了したことを伝えています。トヨタのアレクサ導入は2018年に大々的に発表され、各モデルに順次組み込まれてきました。同メディアによると、トヨタは自社製の音声アシスタントに注力しており、話題の対話型 AI チャット GPT を組み込むことも視野に入れているとされています。 FRB はインフレ抑制を優先する。 FRB アメリカ連邦準備制度理事会は22日までの2日間にわたって開いた会合で、政策金利を 0.25% 引き上げることを決めました。 FRB の急激な利上げに伴って、シリコンバレーバンクなど2つの銀行が相次いで破綻し、金融システムへの不安が広がったため利上げを見送るとの見方も出ていましたが、インフレ抑制を優先した形です。利上げは2022年3月のゼロ金利解除以降9会合連続です。ベートーベンの髪の毛をゲノム解析。ドイツなどの国際チームがアメリカの科学誌カレントバイオロジーに研究結果を発表しました。ベートーベンをめぐっては、毎日昼食にワインを1リットル以上飲んでいたという証言が残っているほか、難聴に苦しみながら作曲したという逸話も有名です。今回の解析では肝臓病のリスクを高める遺伝子変異が見つかっており、ここに大量飲酒が重なって肝硬変での死亡につながった可能性があるとしています。一方で聴力の低下と関連する遺伝子的特徴は特定できませんでした。今日からラマダンが始まる。イスラム教徒が断食を行うラマダンが始まりました。およそ1ヶ月にわたり、イスラム教徒は日の出から日の入りまでは飲食や喫煙を控えるほか、日没後は家族や友人で集まってイフタールと呼ばれる夕食を楽しみます。イスラム教徒は世界全体でおよそ19億人に上り、このうち3分の1は南アジア地域に住んています。国別ではインドネシアが最も多く、2億3100万人に上ります。今世界で起きているニュースをいち早く受け取りたい方はデイリーブリーフをぜひ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などでフォローしてくださいね。平野真由でした。今日も良い一日を。